めないぜ、投げ出さないぜ、最後の最後の最後まで負けないぜ。平和を切り裂く悲鳴を聞いたら、たちまち俺の血が燃える。スピルバンに負け続けているデスゼロー将軍は、スピルバン打倒の妙案はないものか必死になって考えていた。ほのれスピルバンめ、この手で倒す方法はないものか。明日の試合、俺はこの腕が続く限り投げ抜くぞ。カチヤ君、ミナちゃん、これが俺の青春なんだ。ミナちゃん、おお、こんなところでなんと大胆な、恥ずかしい。カット、オッケー。はい、次カットされます。なんだ、映画の撮影だったのか。しかしいいな、あんな彼女と愛が語り合えたら。あ、僕愛してるユリコさん。私もよ、デスデロー将軍。うわぁ、うわぁ、うわぁ、ギュッと、あっ、はぁ、はぁ、そうだ、いい女を見つけて結婚すればいいんだ。家庭を持てば男は強くなるというからな。スピルバンに勝てるぞ。主役は誰だ。仕組まれた夢工場。花嫁は誰がいいかな。やっぱりこのピツピツしたギャルがいいな。まさか女王様じゃまずいしな。なんです。別になんでも。あ、ところでどうかなさいましたか。どうもこうもありません。ギローチン皇帝がスピルバンを倒す秘策を練ると言っていなくなってしまったのです。おお、そういえばおりませんね。今度こそ決着をつけてやると言ってたよ。ギローチン皇帝のことです。きっと素晴らしい作戦を考えついて帰ってくることでしょう。それは良いのですが。ほ、ルスを守るのはデスゼロー将軍じゃ頼りないでしょう。心配で心配で。そんな。オケビーグヌ。ふん、言って。女王様。俺が頼りない、なんてお言葉で。よし、ギローチン様が帰ってくる前に俺の手でスピルバンを必ず倒してやる。その頃、ジョー陽介もワーラーの襲撃に備え厳重にパトロールをしていた。とうとう映画撮影所。じゃあ皆さん、さっき言ったようにね、ここで刑事役の人が犯人連れてきますからね、はい、周りを囲んでこう連行するという形。わ、はい、かりましたね。わかりました。よろしく。おはようございます。おはようございます。ごめんなさい。どうも。Yeah!
警報ランプが点滅しているわ。場所は東京の西ビーチ区あたりよ。了解、あたりを探してみる。私をどうするつもり？どうするって、つまり、その…結婚してちょうだい。お前は敵だけど、可愛いし、考えて考えて決めたんだ。ね、いいでしょうか。I love you、ダイアナちゃん。ふざけないで。ふざけてません。誰があなたみたいな化け物と結婚なんかするもんですか。化け物？スピルバンがどうなってもいいんだな。なんですって。どうも行こう。はいはいはい、どうぞ。はいはい、美味しいジュースですよ。さあ皆さん、差し入れですよ。美味しいですよ、飲んでください。お、美味しい、美味しいジュースですよ。キャンペーン中だ。いいですね。グッドグッドよ。あら、まき焼き、うまい、美味しいですか。うまい。皆さんも何かあるのかな。うまいね。うわっ、おい、どうした、目が回る。大丈夫か、おい。俺スターだ、あっ、主役をやるんだ。おいおいおい、おい、みんなよく聞け。休憩が終わったら凶悪犯人逮捕のクライマックスシーンの撮影だ。凶悪犯人に扮するのはこの男だ。スタントは一流、アクションは天下一品、遠慮はいらん。合図があったらぶつけていくぞ。各自部署に戻って待機するように。レーサー、スティルバー、ダメだ、どこにもいない。ワーラーの仕業に違いないんだ。ダイアナは俺が預かっている。彼女はこの撮影所の中にいる。何？簡単には助け出せないぞ。彼女にはこの撮影所がコナミ人にできる破壊力を持った爆弾が仕掛けてある。その爆破装置は強力な電波を受けると作動する仕掛けになっている。つまり貴様がスピルバンに結晶すれば、同時にダイアナもコッパみじんになるというわけだ。それでも彼女を救いに来れるか。来なければダイアナはどうなるか保証しないぞ。スピルバン。それじゃあここのところですね、はい、刑事の役の人が犯人を連れてきますから、はい、皆さん囲んで、まあ、連行するという感じですね、はい、いいですか。わかりましたね。わかりました、はい、よろしくお願いしますよ、はい、おはようございます。おはようございます。あ、どうも。そのダマは。ダイアナ、ダイアナ、ダイアナ。どうしたスピルバン、ダイアナ救出を諦めてさっさとお家へ帰ったらどうだ。ダイアナちゃん、何考えてんだこいつ。どうしましょうね。でスピルバン、さて、いよいよクライマックスだぞ。制作総指揮、脚本監督、主演、デスゼロー将軍の超大作、本番よ。
この手で倒したな。
んだ。ジョン様もこれで俺のことを認めてくれるはずだぞ。うん、ダイアナちゃんと結婚できたのに。ダイアナ、大丈夫か。ダイアナ、ありがとう。デスゼロ将軍、
どうやらあなたの恋は失恋に終わったようですね。女王様、どうしてそれを。バカも、わらの幹部ともあろう者がよりによって敵の女に恋をして、その上惨めな敗北とは、恥ずかしいとは思わないのですか。面目次第もございません。ダイアナの窮地は救われ、撮影所も平和を取り戻した。だが不気味なのはギローチン皇帝だ。どこへ姿を隠し、スピルバン打倒の秘策を練っているのか。油断するな、ダイアナ。頑張れ、ヘレン。戦え、スピルバン。父と母と奪ったわら、俺は決して許しはしない。こぼれる涙を希望に変えて、俺は来たんだ戦うために。ハイテククリスタルパワー、手強いキングロン粉砕だ。力と技の、力と技の結晶だ。ワーラーが企んだ水道管凍結作戦、立ち向かったスピルバンたちも強烈なブリザー光線を受けて凍らされていく。恐るべき戦闘機械人に弱点はあるのか。さらに決死の覚悟のデスゼロー将軍が最後の戦いを挑んできた。時空戦士スピルバン大将軍の突撃、100万ボルトの究極回路、お楽しみに。